どうも、ハンサムクラゲです。すごい、体調崩して全然動画出せませんでしたずっとなんか咳が止まんなくて、咳喘息って言われたんですけど、もともと喘息だし、僕ちょっともう呼吸が困難でしたね。熱も出たし、だいぶ元気になったので、はい、ということでアイス買ってきました。セブンイレブンで最近出てきたやつで美味しそうだったので買ってきました。2つ、塩キャラメルソース入り塩キャラメル氷バー、スイーツなかき氷召し上がれということで、ティラミスもだったけど、最近はねバーですね、バーでやってますね。じゃん、マックスプレナーとコラボしたやつ、ミントチョコレートジャンクアイスクリーム、爽やかな青色のパッケージですね。いただきます。ミントチョコレートジャンク、開けまーす。このマシュマロとチョコレートのマックスブレナーか、いいですね。一応種別はアイスクリーム、あ、いい匂い。チョコレートとミントの香りもするんだけど、アーモンドの香ばしい香りもあるので、チョコミントって苦手な人でもこの匂いはいい匂いだなと思うんじゃないかな。じゃあすくうよ、よいしょ。はい、うわ、青いです。断面はもうミントの香りっていう感じですね。いただきます。めちゃめちゃうまい、めちゃめちゃうまい。いや、だいぶ美味しいでしょこれ。食感も最高。これ僕が食べてきたチョコミントアイス史上最高に美味しいですね。ミントとアイスクリームそのままの味のバランスがすごい良かったです。ミントが強すぎるわけでもなく、かといって主張がないわけでもなく、ちょうどいい香りと味のアイスクリーム、食べやすくて、アーモンドのカリカリ食感と、あとチョコレートの食感もありつつ、マシュマロのふわふわしたね感じもあって、このバランスはね、チョコミントアイス好きの人ももちろん美味しくいただけますし、多分チョコミントちょっと苦手なんだよなみたいな、みんな美味しいって言ってるけど嘘だろみたいに思ってる人も、ここから入ったら超食えると思う。そのくらいの破壊力ありましたね。美味しい、チューハンサム。正直またチョコミントみたいな、またみたいな持ってたけど、美味しいわ。次、塩キャラメル氷バー。これ前やろう、ラクトアイス森永です。はい、こんな感じ。ちょっとマーキーのしてますけど、わかります？ちょっとこっちにね、こう傾いてますね。マーキーの鼻腫れ見てます？皆さん鼻腫れ面白いっすね。天馬よえーっつってる。かぐらぎ最強。なんかつぶつぶ見えますけど、なんだろうこのつぶつぶは。クッキーチップが入ってんだ。へえー、美味しそう。じゃあいただきます。あれ、思ったよりトロッとしてますね。氷バーっていう名前だったので、もっとシャリシャリ感とか氷感強いのかなと思ったんですけど、意外とトロッとしてて、クッキーのね食感とかも入ってきつつ、キャラメルソースが出てきた時には甘いなと思って、苦味とか香ばしさもあるんですけど、このまま甘いの続いたら結構最後まで食べるきついかもと思ったんですけど、一回途切れたんですよね、ソースが。しばらく氷だけになって、あ、美味しいやんけと。この氷をシャリシャリ食べてたら、途中からあれソース欲しくなってくるなと思って、最後ソースないかなと思ったら、最後だけちょっとソースがあってあ、ソース食べれたっていう感動で終われて、すごい気分良かったです。はい、結構美味しかった。ごちそうさまでした。なかなか良い、キューハンサム。というわけで2つ食べましたしかし喋れてますね。ちょっと前まで僕喋ったらめっちゃ咳出てたんですけど、喋っても咳出ない、よかった治ってきてはい、というわけで皆さん体には気をつけてください。バイバーイ。